コラボス、大阪五十山。おはようございます。皆さん、時刻は8時41分となっております。今日はここなんと水間鉄道は水間観音駅にやってまいりました。むちゃくちゃ味のある電車と駅ですよ。もうこれちょっと帰ってから調べたいと思うんですけど、こういうのがね、何やろうなこれ。溶け玉？ちょっとわからないですけどね、こんな感じのね、初めて降り立つんですよ、この厄除け街道やて。それでは今日も元気に。今日どこ行くんですか。今日コース詳細は親玉から。親 玉どうぞ。今日は48座第48座河野山、河野山、河野山、河野山に行きます。はい。でそこから、そこから、道の駅の方に降りて、道の駅愛妻ですね。はい、はい。そこから、はい、トンボ池公園。トンボ池公園、これね、トンボのでかい滑り台がいくつもある、ちょっとビジュアル的にも楽しみな公園です。ここで、道の駅愛妻で買ったちょっとパンとかを食べて休憩して、という楽しいプランであります。走行距離は16キロとかそんなんなんですかね。そうね、はい、の予定です。今日はどんな一日になるでしょうか。登山バスがあるみたいですね、これ。へ、なんか登山口って書いてあったよ。どこの登山口。はい、それでは今日も元気に行ってみよう。行ってみよう。これ厄除け橋ですかね。いや、その地図見てや。いや、ちょっとね、私の思ったのと、でもきっとそうやろ、これ。渡るだけで厄が取れるという厄除け橋。はい、やりました。観音様です。弁財天って南海沿線七福神。お線香のいい香りが漂ってますね。この地一番のパワースポット。この地ってどの地やん。この一帯や。ちょっとね。あのこの通路にいろいろねいてはんねんて。ほらほらこれ。潜在童子ってどれや。あ、これだね。おはようございます。あれ、滝なんかな。あ、でもこのあれっぽいよね。
この映像に通ってるよね、あそこ。はい、9時4分です。お参り終わりました。はい。スピリチュアルな空間やったね。うん。戻ってきました。時刻は9時9分。20分、25分ほどかな。です。行って戻ってきました。もう旅やね、これ。旅。旅行。うん古い電車やな、これ、なんか。あ、車両、うん、全米担当にちょっと寄ってみます何かは知りません。はい、なんか立派な塔みたいな当たってますよなんとか高いとこ好きやからね。誰やあ、抜けれそうやね、あそこから。抜けよ。あこんな感じの広場でしたあれが天文。はい、パンパラーン。パンパラーン。純吉学校給食編。パンパラーン。あのね、この間食べてね、美味しい思ったのがね、はい、きゅうりのバジル風味。バジル。バジル。あのパスタとかによくかける、ちょっとあの香りのスパイスみたいなやつね。バジリコとかあるやん、はい、あれをね、ワインビネガーとかと一緒に。ワインワインビネガー、酸っぱいやつよ。リンゴ酢とかでもいけるんちゃうかな、うん、はあ、キュウリとバジルって思ったんやけど、うん、これがもう意外なぐらい美味しくって。いや、なんでね、毎回ね、どんだけ食べずに帰ってきたかっていうのを毎日、ね、そうそう、はい、何キロとか測るんやけど、はい、ほとんどなくっていや贅沢やな、子供たちで、キュウリに火を通すっていうのが最初はね、結構えー、って感じやったんやけど、あの蒸し器で6分やったらちょうどいい歯ごたえで、で、スチコンね、スチコン、スチームコンベクション、はい、そうそう、そこら辺のちゃんと温度も測るんですよ。ちゃんと中心温度が75度以上上がってるか、はいはい、でしっかり殺菌できたのを確認して、うん、このあらかじめ作っておいたタレに漬け込む、うん、ほら、わー、たったこんだけでこんなにキュウリちゃんが違った味わいでいただけるのかと、うん、で、うちでも作ったのが、うん、もやしとチンゲン菜の正月和え、うん、この間美味しい言うとったから、あれは給食で、うん、あのやって美味しい、これと思って、うん、家でも作ってみました。もう、もうすぐですんでね、キッチン再開ね、はい、何せ給食はすごい。今のキュウリのなんていう料理や、キュウリのバジル和え。バジル和え、これ作ってみますよ、きっと。はい、以上です。イエイ。かわいい景色だね。あれやね、目玉。はい、純粋のパンツはハーフパンツになりました。あのぐいっと巻く仕上げてるだけなんですよそういうリュウジさんこそ、はい、今日はカラスです。あ、カラスですね。飛んでおります。トンボもついてます。あ、ここ来たじゃない。愛のベーカリーカフェ見たぞ。羽ぶたきの交差点を右に曲がります。はい、覚えてるわ、こう来た時にこう見えたわ。名前は降りてきたとこですね。うん、降りたところから登る感じね、はい、あっちそんなんやったか。前来たんは舗装路やってんけど、うん、そっから登ってきました。ありがちなありがちな再び舗装路あ、だいぶショートカットやで、でもこれ、うん、はい、山道が終わり舗装路にこの山はこういう感じの山なのよ。さつき山公園みたいなノリやな、うん。
山頂はこっちです、はい、ほぼ舗装路ですで登ったとこからね、見えんねん三角点が。おお。おお、海。じゃん。ああ、すごい。あそこです三角点は。いや、ここね。あそこです。タッチ。わあ、いいね。夏が近いね。うん、夏やでも。でもセミの声がまだや。いやいいね、この空の青と緑がいいよね。うん、ああ涼しい。あっちが生駒山やな。あっちが六甲山。あれが六甲山やな。PL の塔はないか。 PL はなんかどこあっちの方やと思うけどな。うん、あ、平和。ここいいよね、この展望台。展望台乗らんとよくわからないよね、これね。これから草茂ってくるとさらにわかりにくいじゃん。うん、はい、ホラプス大阪五十山パフはなんと第48座です、はい、皆さん。はあ、タッチやりました。48座登頂。河野山でした。残るは2座。はい、これみたいな方に行ってみるの。はい、はい、じゃあちょっとズボン下ろしましょうね。はい、破ってるんでね。こうすると出てきますズボン。ピヨーン。折りたたみ、ユニクロの2990円、ウルトラストレッチテーパードパンツやったかな、はい、期間限定とか1900円の時に買いました。ん？出すんですか。こうハーフパンツ見えるのがこうビヨヨン。ちなみに色違いです。じゅんちゃんりゅうちゃん。ビヨヨン。はい。こんな感じです。はい。これライブ草ぼうぼう。これは流すもんじゃないですよ、あんたあれ。買いたいなみたいな。こういうことです。なんや。蜘蛛の巣がキラッとしました。人質を差し出します。前回来た時にはこんなにボーボーちゃうかったんですよ。めっちゃ濡れてるやんか。そうやね。ズボンびしょびしょです。っていうのもあって先に歩かせました。国見台。国見台、これ国見台です。ちょ、昔はね見えたんでしょうね、あの辺にね。ちょっと見えてるからね、景色が。ほらほら、この木払ってやったらめっちゃ見えたんちゃうかな。こんな感じの国見台です、はい、ここから降ります。はい、分岐です。はい、国見台から100メートルほど来たところにこうなってるんですけども、なんかそこにこの先通行止めとかなんか書いてあるんで、まあおとなしく東応援の道で降りてみましょう。はい。草ぼうぼうとしたいからです。ね、息しんどいねやろもう。泣きすぎやで。の声かれるやで。おお。
前回来た時には使えなかったお手洗いが今日は使えるようになっていました、はい、なんと車であのタンクに水をわざわざ運んでくださってるそうなんですね、うん、で溜めておいて汲み取ってるから、はい、いっぱいになった時点で使えなくなるそうです、はい、なのであの流しながらしたりとかそういうのをしないように、うん、はい、めちゃくちゃよく手入れの行き届いた広いお手洗いでした。せーな、はい、驚きました。仮設トイレではないなこれもうなんか、はい、はい、ということで、次なる目的地は道の駅愛妻です、はいはい、展望をちょっと右に寄り道します。ほい、泉中央駅が見えますよ。泉中央駅、仙北高速や、うまいな。ビバホーム言われてもホームセンターのことか。あ、ハルカス見えるらしいで。あ、なんか見えるなあれ。PL の塔見えるらしいで。おお、どれが PL の塔かわからん。あの向こうの方、あの生駒山の麓の方。生駒これやからな。え、生駒奥のやつやね。生駒あの奥のあの二つポコポコってなってるとこやろ。はい、国見の森広場です。時刻は10時39分です。はい。距離は 7.7 キロ。はい。これトイレ。ですね。ちょっと大丈夫なこれって感じの。あ、蓋は一応閉まるんか。さあと。はい、って感じですね、うん、あ、一応水洗なんや。ペットボトル置いちゃうね。どうですかね、大阪五十三振り返って。ちょっと早いですか、まだまだやで。ねえ、まだ早いよ。もう何かにつけて大迷いやったね。なんか半分ほどの山ではなんか道なき道シリーズになったような気しますよね。あんまり人来てないからね。もう、でもこれのおかげでね、大阪にこんなにいい山がいっぱいあったんやっていうのも知れたしね、うん、でないと気に入った山ばっか行ってしまうからね、うん、本当楽しめたよね。これ終わったらいよいよ関西百名山やね。そうやな、ちょっと遠いとこばっかりやからな。そうやね、ちょっと頑張らなあかんね。旅行やますます。はい、あと2座です。はい、二条山が見えております、うん、あ、道の駅がもうすぐそこや。ほんまに。ここほんまね、みんな野菜とかね、前、うん、オープン前から大行列やったよね。もう駐車場も結構入ってるもんね。食べろ、トンボ池公園ってどこね、あっちの方なんかな。どうなんやろね、私あれ何気にすごい楽しみにしてんねんけど。100均であのお尻に引くやつ買ってくればよかったもとんねん。そんなんな、子供たちが滑り台占領してな、でけへんって。そうかな、並ぶの子供たちの間に。いや、ちょっと空気読むわ。おらんかったらやるよ。おるよ、絶対。そうかな。はい、時刻は10時48分、距離は 8.4 キロ。はい。下山。下山。成功。下山成功。程よい山よね、うん。あの、ハイカーの人たちもね、あの、何人かすれ違う時間帯になってきました。うん、あ、出ました。ここです、ここです。はい、ここの米粉パンが美味しいんです。はい。これがめっちゃ美味しかった。いらっしゃいませ。中で野菜見ようかと思ったんですが、なんと入場制限で入り口大行列なんですよ。これちょっとね、はい、諦めてあのこのパンだけを楽しみたいなと思います、はい、この公園の駐車場が広いことに驚きました。しかもすごい車も止まってる。ここがお弁当広場です、はい、あのベンチでちょっといただいてみます。待ってくださいね。ここはトンボ池公園です。あ、ちょっとなんかちょっと怒っちゃいましたね。ここに釣り堂もあります、うんはい、ここはトンボ池公園です。そうです、はい、のお弁当広場です、はい、ここで先ほど買ったパンをいただくというプランであります、はいはい、この米粉パンが美味しいのを紹介しますね。じーん、まずはご紹介します。これダイナゴンパンやったかな、抹茶ダイナゴン。これこないだ買ったらめっちゃ美味しかったんですよ。米粉全部ね、なんか米粉を使ってるんですよ。これもクルミ食パンで米粉で、これがね、これもめっちゃ美味しかったん、カレーパン。うーん、珍しいカレーパンね。そうやね。で、これが地味に人気っておっしゃってました、ごま三兄弟。で、これが可愛いやろ、なんか貝みたいな形になってる、これメロンパン。りゅうちゃんほんまメロンパン好きだよね。っていうか米粉でメロンパン作れるんかって感じなんですけど、こんな感じですね。ほんで牛乳を2つ買いました、はい、はい、これいただいてみます、はい、
これね、税込み180円。こんな感じで。これちっちゃいんだよ。ゆで卵のねスライスが入ってんやん。これ何、インゲン。インゲン。芹菜。ちっさ。ちっさ。おったよ。めっちゃもっちりしてんな。甘すぎなくて美味しいね。これね、一個ずつちゃう味が入ってるらしいんですよ。おさつま。さっきこれのおさつまちょっと買わへんかったからね。次は、くるみパンを裂いてみました。どうぞ。もうちぎるときからもっちもちしてんのよ、これなんか、もち。あ、おいしい。何やろな、これ。くるみもすごい甘いね。先にちょっとローストしてあるのかな、くるみは。どうですか、アンティ。ものすごく香ばしい。これ、550円。どうよこのビジュアル。めっちゃトンボやん。めっちゃトンボやで。このオニヤンマに最近凝ってる我々としてはたまらんビジュアルやね。ここ、あれやろ、ここだけじゃなくて滑りはすごいな。何が大変ってな、あそこの丸いとこ抜けるのが大変やった。もう全身かゆいわ。うわいいね。バラが咲いてます。匂いは分かるんですかね。分かりません。でしょうね。この間はすごかったんよ。お、空が青いしさ、この回廊がまた広々と感じさせるよね。どうこのピースフルな場所。オープロビドスタッフやろ。あ、これめっちゃ人慣れしてるわ。餌くれると思ってんやろな。すごい遠くでおったのにめっちゃ近くにいて、この水中で水かき一生懸命やってんやろな。ごめんな。見頃やね。こっちから行こうか。繊細。たまつだ。へえ。へえ、立派なもんやね。すごない、なんか。
終点だね。で見下ろしもてベンチでお茶をするという感じだね、吸わせる水をうまいこと加工したんやろな。おお、ハンジャスト 13.1 キロ、まあ一日楽しめそうな公園でしたね、はい、半端ない広かったですわ。そう、アジサイ園がほんますごい綺麗かったね、うん、広くて、うん、バラもすごかったけどね、うん、トンボの滑り台よあれなあようやったわ。おお、お知りたかったわってことで次は、東岸和田駅に向けて 7.5 キロほど、岸和田駅やで、あごめん岸和田駅か、うん、次は岸和田駅に向けて 7.5 キロほどなんですけども、その前にちょっと行ってみたいお店があるのでそこに立ち寄りたいと思います。帰りの南海岸和田駅をちょっと通り過ぎましてやってきました。目的地はこちら、これでちきり寿司さんと読みます。11時からやってるはずなんで開いてると思うんですけどね、はい、こっちじゃないですか、ね、ここですね、はい、お昼用メニューですかね、うん、これの2つで中握りで、これは土手焼きともずくは別で頼みました。中握りは1400円、うん、ということですね。じゃあちょっとすいませんがお先にいただいてみたいと思います、うん、いただきます。これ食べてもいいですかね。どうぞ。サブがよく効いてる990円なんですよ。うまい、うまい、よかった、うん、これまあまあとか言われたらまたびっくりするって一切れ500円やんぞって感じうん、これは調べんとわからないんですけど、さっきお邪魔したちきり寿司さんだったんですよ。でここは岸和田城が別名ちきり城って言うんでしょうね、はい、ちきりとは何ぞやっていうのをこの辺でリュウイちゃんがきっとテロップで流してくれると思います今頃流れてるんですかねテロップで。ここは岸和田城のお堀であります。すごいよ水田、この時期に来るの初めてやからこんな水田畑になるの知らなかったね。はい、感じの1日でしたね、はい、無事48座が終わりました。はい、はい、で、日曜日は定休日なんですけども、この辺に来ることがあれば、古民家カフェのソラカフェさんのハンバーグランチがとっても美味しいので、もしこの辺に来ようと思っている方がいらっしゃいましたらぜひ訪れてみてください。私あそこのハンバーグランチの大ファンです。日替わりも美味しいです。はい、またね、またね。